い、来ました。はい、来た。新潟を満喫しておりますよ。もう大満喫しすぎじゃない、ここなんか結構登ってきたけど、もちろんもうゴンドラ見えちゃってるけど、まだこっから3000メートル、3キロ、ね、杉の原ゴンドラ、まあ妙高高原、妙高高原スキー場のところ、そう、ね、有名なスキー場のところ。寒い寒い、そう初めて今年寒い。まだ昼の2時とかやのにもうね結構ダウン用意してるから、そうだ。まあこのね稲穂の向こうがどうなってるのか、そうね、この山の上の方、そう、それを今見に行きたいと思います。これ杉の原ゴンドラ3074メートル、いやすごいね、これゴンドラです。いやすごいな、ワクワクするこれね。え、いやめっちゃ楽しそう、なんかジェットコースターとかより全然楽しそうね。あ、前がいいよね、やっぱ前がいい。こっちで大丈夫ですか、はい、じゃあ乗ってきます。はい、行きましょう。あ、ケビア、どうなっていくことやら。いや、ね、長くね、これでも3キロ、3キロこれで乗るっしょ。まあまあ、ってことで、はい、はい、乗ってきます。じゃあ、はい、ワープしたおー、出たこれスキー場だね、これ、あ、ほんまやね。いやもう人もいないし、あ、来た、うわ、寒い。いやそれで十分覗き穴が、覗き穴これね。あ、覗き穴すげえな、そもそも普通に綺麗に見えんね。目がめっちゃ乾く、コンタクトがすごく乾く。綺麗。あ、これは綺麗や ね。すげえ。じゃあちょっとこのまま上の方まで行ってみます。はい、次。迷い込んだ霧の立ち込める幻想世界。これちょっと映してあげていいかな。いいよ、あっちの方、あっちの方行くよ。幻想世界、これね、素晴らしい幻想世界、真っ白。そう、これも雲の中に今ちょうどね、ハリーポッターの世界にじゃあ行く、あっちの方、うん、ハリーポッターの世界行こう。これまあ杉の原ゴンドラ山頂に来てね、今長かったね、標高が1489メートルやって、あーまあなんかちっちゃいじゃん。いや結構来たで、3キロのゴンドラ乗って。あ、あれあるよ、アイスピックみたいな。アイスピック、あのストなんかストックやったっけな、ストック、あー、これ熊よけか、そういうこと。あ、なるほど、持っていけってこと。そうなんだ。あ、じゃあ、はい、出たらどうする、死んだふりするの。出たら全力で逃げる。それも死ぬし、死んだふりも死ぬんだけど。てか寒い。すごいぞ、これ。冷蔵庫。なんかいろいろコースがあるね。ね、冷蔵庫。とりあえず展望広場から行く。こっちの方だって近く、うん。上の方、展望広場。展望広場の方に行きたい。そうだね、展望広場。すごいね。すごいこれ。あ、あ、元気。いや、ちょっと待って。何も見えへん、あっち。映画の導入シーンみたいこれ。どういう導入の映画？ホラー映画。いや、ホラー映画しかないやろ、こんなホラー映画だ。これはホラー映画だ。ホラー映画だ。引っ越してきたところ。これ展望広場？これ多分そうやんな。うん。展望できないけど。うん。うん、あれが富士山か。そう、これね、書いてある、こっから見える景色が書いてあるんだけど、あれ富士山だね。そう、これを実写にすると、うん、はい、こうのようになりますと。あー、あれ八海山見える、八海山。え、あれ、あ、あれ見える、うん、日本酒のやつ、あれね、そうそう、あっちに富士山見えるよ、あれ見える、うん、まあ、心汚い人は見えないだろうけど、うん、そうね、よし、じゃあ次行こうか。そうこっち、道だけど、これ死なない、大丈夫、俺ら一回死んでみよう。え、結構な角度に傾斜ありますね。結構死ぬね、結構死ぬ。これまあまあ4時までに帰らなければここで、そう、一夜明かして、そう、極寒の山で一夜明かすっていうサバイバル企画に急遽変わるけど。
バズりそうだけどそれ、うん、遭難してみた。じゃあちょっとね山道、片手危ないんで一回切ります。はい、じゃあまた後で。急だな。そう、もうあなたは死んだ。死んだです。これあの死後の道のような、それを感じて生きて帰ろう。感じて生きて帰る。死後の世界だと思って歩くことによって。ああなるほど、ちょっとそういう時の会話を、うん、生きてる時にありがとうみたいな。いやマジでドラクエのやりすぎです。今日実は来る時に高速道路で。そうね、あのでもそれあれあんまり覚えてへんのね、うん、そっから急にここに来てて気づいたらここにいた。そう、そうレンの大きい声がしたところで覚えてんだけど、そうそうそう、そうそうそこでなんか気づいたらこの霧の道に、死を分かつ道みたいな、なんか2つの道あって右選んだけどこっちは生きて帰れんのかっていう ね生前にこういいことしてたか地獄か天国か。そうそうそう、3人で一緒に行くんでしょ。ねえ、まだ分かってるから天国でしょ多分ね。この霧の先には延々に歩くのか、これもしかして。それうおおおおビビった。怖っ。鳥でビビるか。鈴をちょっとミュートしてたら。いや、熊感あったよ今。思った。どうしていいか分かんない。分かった今。いや、この道はすごい。だってさっきまでさ、紅葉キャーキャー言ってたのにさ、この色彩のなさよ。ちょっと一回静かにしてみよう。無だったね。無だったね。だいぶ無だった。いや、これはこの無音好きなんだよね。いや、自然音がある、せせらぎの音とかあるならわかるけど。いや、もう無な、無だった、ね。無音が好き。そう。いや、スタジオのレコーディングブースの無ってちょっとやっぱ違うよ、さすがに。ああ、まあまあまあ、それはね。本当どこに着くんだろう。勝ってんな、これ。勝ってんだな。うん。一人じゃないんだ。うわ、くるくる。怖い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 。怖い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 。現れた現れた。ホラーじゃん。マジホラー映画じゃん。トラクターが現れた。マジホラー映画じゃん。怖っ。いや、ここやば、見えない。すごい、10メートル先見えへん。怖っ。見えない。すごいね。この動画は果たして開けられるのか。それとも遭難者の遺留品として見つかるのか。なんかあるね。今はもう営業してなさそうな廃墟。怖すぎでしょこれ。これやっぱこれ廃墟感がやば。これホラー見てるな。ここでね、この時間帯から体育に来てる。カイトがもうすごいかっこいいもん。ちょっと MV 感ある。いや、こんなことしてる場合じゃないんだって。かっこいい。カイトちょっと走って。かっこいい、かっこいい。 MV 感出たけど、これこんなことしてる場合じゃないんだって。そう、あと23分、ちょっと急ぎます。バイバイ。スタバンドチャンネル見てくれてありがとう。ボーカルのレンです。このチャンネルではスタバ関連動画以外にも歌ってみた動画とかいろいろチャレンジしてるんで、ぜひぜひ登録よろしく。バイバイ。